で私たち の、 何を喋ろうかなと思ったんですけど、一番お伝えしたいこと、私すごいスタジオの練習時間が長いんですね。で基本は6時間基本6時間前半と後半を分けていましてまあメインは後半3時間ね。そうそう、メインはね、やっぱりそのリズム隊 の、 素晴らしい方たち6時間も巻き込むわけにはいかないので、その方たちのための練習をその前に3時間3人でやってからお迎えするっていう形でいつもやってましたそんな感じなんで、そんだけ練習しても、まあ、こんなもんかなっていうので、まだまだ伸びしろがあると思って皆さん温かい目で見てください。お願いします。Thank you.
改めまして、この間ね、私ら3人で、タージンが追っかけしてるね、東京事変のギターの浮雲さん、長岡さんっていう人、ギタリストなんですけど、もうめっちゃ好きで、タージンは、毎月1回見に行ってるよね。そうそう、来月も行きゃいけないけど、まあ毎月行ってんねんけど、で私、この間3人で、浮雲さんと、二人ソウルっていうのもともと自分で主体でやってはる、名前忘れたわ、何やったっけな、名前何やったっけ、あった、そうそう、田島隆夫さんってオリジナルラブのボーカルの人で、オリジナルラブね、まあ、めっちゃ好きやってんけど、タージンとヤッコが顔がキモいキモいって死ぬほど言うから、私めっちゃ好きやのにそんな言われて嫌やなと思ったら、この間初めてみそのユニバースのに行ってきて、いつもやったら宴会場しか知らんかったけど、映画でも見たことあったけど、行ったらもう有名の世界で、すごいもう感激してしまって、でもなんか懐かしいな、行ったことあるなと思ったら、高校の時に多分おじさんがダンスの先生やったから、社交ダンスのなんかあちこち踊れるとこに、メトロとかしないよね若い人いたら、連れてってもらって、みそのユニバースのなんかホールで行ったことあるような気して、もう夢の国やって、もう行っただけで私ら上手くなったよね。なタージンを 見に行くたびにえらいギター上手になった気がしてるみたいで、多分見る練習するよりもそこに見に行く方がええ感じなんですけど、まあそんなんで、レズム隊にちょっと呆れられながら、私たちは成長していくんで、まだまだ行きますって。はい、もうちょっと呼ばれる、若いうちは呼ばれる、お大事に気持ちは晴れ、まだもまだ自由
ね。Good night.
Oh, shit.